参考バス人吉営業所は、九州参考バスの子会社である参考バスの営業所の一つ。かつては、1991年に本体である九州産業交通から地域ごとに分社化され、熊南参考管内の営業所という位置づけがなされていたが、2005年4月に子会社再統合によって、現在は参考バスの営業所として位置づけられている。 熊本県人吉市かを、今地人吉営業所の他に、熊群たらぎ町に、たらぎ車庫がある。主に東営業所を起点として、人吉市内全域並びに、熊群の松村ほぼ全域をカバーしている。この他に、熊本方面行き高速バス、人吉、号も担当している。 一般路線バス車時は、この停留所を終点とする便が設定されていることを意味する。人吉号路線遠隔過去の主な停車停留所2016年10月3日から、大和運輸と提携の上、人吉五木線で卓球便を路線バスに積載する、可客混載バスの運行を開始した。卓球便を路線バスに積載する、客価混載バスの運行は、九州では、 宮崎交通に続いて2社目となり、全国では岩手県、宮崎県、北海道に次いで4県目となる。五木村方面発人吉行きが1日2便、人吉発五木村方面行きが1日1便の運行となる。荷物の流れとしては、五木村方面発人吉行きが、経路途中の相良村において、大和運輸のセールスドライバーが五木、 相良の両村で集荷した荷物をバスに乗せ、終点の東営業所において、バスの乗務員から、大和運輸人吉センターの SD に荷物を引き渡す。逆に、人吉発五木村方面行きでは、大和運輸人吉センターに届いた五木、相良の両村宛ての荷物を東営業所で、大和運輸人吉センターの SD により、バスに積み替え、相良村において、 それぞれの地区を担当する SD に荷物を引き渡す。かつての人吉周遊バス車両、ただし、2020年現在参考バスの営業所の中では唯一た営業所と一般路線同士の接続がないため、ワクワクワンデーパスを利用して一般路線バスだけでこのエリアを訪れることはできない。その前は、上記の人吉ターミナルに乗り入れ、この時には、福岡宮崎線、 フェニックス号も停車していた。熊本人吉、田良木高速人吉号運行終了のお知らせ参考バス総合案内九州参考バス、九州参考グループ熊本交通アーカイブド2014年8月8日、アットザウェイバックマシン、高速バス、人吉号の廃止について。参考バス。2014年8月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2014年8月1日閲覧。2019年4月参考バスは一挙に新4路線を運行。九州参考バス。2019年2月28日閲覧。人吉市を役型乗り合いタクシー利用ガイド。人吉市。2013年2月10日閲覧。熊本県で路線バスが宅急便を郵送する。 却下混載の開始山と運輸2016年10月3日、却下混載の運用フローズ山と運輸2016年10月3日、山と運輸、熊本県の路線バスで、却下混載を開始レスポンス2016年10月6日、宅配便が過疎地のバスを救う。却下混載が、北海道、熊本で、スタート山と運輸ズーオンラインリエッセについては、トップドア仕様のほか。 車椅子用リフトを搭載した中扉仕様も在籍している。バス浸水、1日も早く再開を、熊本、人吉の営業所2020年7月11日、人吉営業所の運行再開について、参考バス、2020年7月14日閲覧。ありがとうございます。